ブラックタンテリアは、イギリスのイングランド原産のテリア犬種である。古い犬種の一つであることから、犬種名に、オールドという単語を冠しオールドブラックタンテリアと呼ばれることも、時々ある。ボーダーテリアに次いで、古い初期のテリア犬種で、1800年代頃から、その存在が確認されている。老いたちは、よくわかっていないが、 オールドイングリッシュテリアという非常に古いテリア犬種の血を引いていると言われている。主にネズミを狩るのに用いられていた。テリア犬種の多くは地中に潜って漁を行うが、本種は足が長いため穴に潜って漁を行うのには不向きな体型であった。しかし、それによって走るのが速く、体がコンパクトで小回りが効くことから、この刺激を任されるようになった。 飼育もしやすいことから、都市部でも飼われ、衛生管理のための市役犬として、また、ペットとして、人気を博した。本種の狩猟能力は、他のネズミ狩り用の犬種に比べてもズバ抜けて高く、猫をもしのぐほどのものであったためにネズミ狩りに、引っ張りだこであった。あるマンチェスター生まれの本種はネズミに満ち溢れて、使えなくなってしまった、家畜小屋を2番で接し、 ざっと千匹をくだらないネズミの大群を片付けた、との逸話も残されているほどである。ちなみに、この犬がマンチェスター出身であるから、マンチェスターテリアの原産地がそこになったというわけでは、ない。また、娯楽としてのネズミ狩りにも多く用いられ、多くの記録を打ち出してきた。19世紀の中頃になると、マンチェスターで本種にウィペットなどが荒廃され、能力や容姿がさらに、 グレードアップしたマンチェスターテリアが誕生した。その子孫の人気が年々高まるにつれて原種である本種自体はだんだん廃れていった。20世紀に入り、マンチェスターテリアを先祖と同じくブラックタンテリアと呼ぶことを提案したブリーダーもいたが、原産地マンチェスターの名を広めることを阻害するとして多くの愛好家に反対され、その願いは叶えられなかった。 その後、娯楽としてのネズミ狩りを懐かしむ年配の愛好家によって飼育が継続されていたが、20世紀の前半に絶滅してしまった。その姿はマンチェスターテリアに似るが、それとは耳形や体型などが異なっている。マズルは先が尖っているがマンチェスターよりも太く、やや短めである。ネズミを一撃で仕留めるため、咀嚼力はとても強い。首や足、 胴や尾は長く筋肉質で引き締まった体つきをしている。瞬発力や走力などといった運動神経が抜群であるが、走力は子孫の方が上である。背中は平らである。耳は垂れ耳、またはボタン耳で、尾は先細りで飾り毛のない垂れを。しかし、ネズミに噛まれ感染症にかかることを予防するため、耳は断耳して立たせ、尾は短めに。 ダンをされていた。コートは、艶のある、スムースコートで、毛色はその名の通りブラックタンに限られる。小型犬サイズで、性格は忠実で愛情を深く、冷静でオは。テリアキャラクターと呼ばれる、テリア犬種特有の気象の荒さは、持っておらず、安定した気質である。ネズミを見た時のみ、熱狂的にそれを刈るが、その時以外はおとなしい。しつけの飲み込みもよく、 子供や他の犬と遊ぶことも大好きである。運動量は普通だが、活発な犬なので都心で飼育する場合は自由に運動できるスペースが必要となった。短毛のため寒さに弱く、毛色が黒いため、強い直射日光の当たる室内に長時間放置して、置くと熱中症にかかりやすい危険性もあった。その他のかかりやすい病気は、関節疾患や皮膚炎などがあった。 デズモンド・モリスの研修辞典、デズモンド・モリス著書、福山秀也、大き拓約性分動振興者、2007年、ありがとうございます。